えふえむりゅうし、ん、ど、う。 FM ルーシンド DJ のルーシンです。ですね、もう本当最近あの展覧会ばっかりもう見て見まくってたんですけれどもね。それでまあ前回のくじくんをゲストにした放送でまあいろいろ見て来て回ったよっていう話をしてたんですけれども、ちょっと話が戻りまして、前回即興で作曲したっていう曲についてちょっとだけね話をしたいと思います。僕はずっとって言ってもまだ5年目ぐらいで、もう本当新米ですし、まあ、まだ全然経験もないし技術もないんですけれども、映像をやってきまして、それで映像をやるにあたってやっぱり音楽っていうのはすごく大事な要素だと思ってるんですね。それで音楽に興味を持ってきて、それでまあ今は自分で作ったりとか弾いたりできるようになりたいということで、その自分の興味の対象がいろいろ広がってるんですけれどもね。僕の場合興味は広がってるって言っても、まあ、ある程度の方向性はがありまして、ルネサンス的な芸術家っていうのを目指してるんですね。だから彫刻とか絵画とか写真だとか音楽だとかパフォーマンスだとかあと詩だとか、そういうその言葉によるジャンル分けっていうのをなるべく自分の中ではしたくないなと思ってて、あまり線を引かない自由にやっていきたいなと日々思ってるんですね。自分にそれだけの、あの才能があるのかとかそういうのは確かに分かりませんし、まあ、どっちかっていうとそんなにその洗練されてるタイプでもないので、まあ、日々楽しくやってるなと、もう楽しんでやってるっていうことだけぐらいしか、まあ、人に何か言えることはないんですけれども、まあ、それであのもう本当にここ何ヶ月かの間作曲っていうのを始めたわけですね。まあ、今僕がやってる作業っていうのは本当あのこの前徳佐さんとも話してて気づいたんですけれども、作曲そのものをしてるわけじゃなくて、もともとある音を継ぎはぎしてるわけですね。つまり音のコラージュをしているということをやってたんですね。まあそれってちょっと FM 粒子音とつながってくるんですけれども、その音のコラージュっていうのはその FM 粒子音の中でも、まあ、やっている要素でもありますし、まあ、FM 粒子音の場合は特にその音のコラージュというよりは喋りの内容の方が大事ではあるんですけれども、あの自分の中では結構つながってるんですね。それでそのコラージュっていう手法は映像の編集段階における手法とかですね、過去に僕自身もそのコラージュっていうのを、まあ、作品としては公開してないんですけれども、人目には触れるような形では公開しないんですけれども作ってたんですね。でそういういろいろな自分の経験だとかやってきたことっていうのがいろんな形でつながってきてるんだなというのを感じているんですね。それでまあ即興で音楽作れって言われてもなかなかできるもんじゃないと思ってたんですけれども、そこはねやっぱりその作曲のプロである徳佐さんとの、まあ、そのサポートもあってなんとなく音楽になってしまったんですね。それで1分ぐらいの音楽なんですけれども、あのもう訳の分かんないうちに作ったんですけれども、なんとなくやってしまうと音楽になってしまうっていうのがなんかあのすごく怖いなっていう一面を感じて、経験的にそのある程度ひどくなければ音楽になりうるんだということが分かったんですね。ただそのある意図のもとで音をつなげていきたいなと思った時に、やっぱりちゃんと作曲できる力がないと、あの自分の意思を貫き通す音楽っていうのは作れないはずなんです。それはもう音楽でも映像でも彫刻でも何でも一緒だと思うんですけれどもね。それでその
よくよく音楽を聴くと最後の方だけこう美しく終わってんですね。美しく終わってて、でちょっと FM 流進度っぽいテーマ曲が流れて終わりと。あんだけひどい音楽になってんのに最後だけちょっといい顔して、最後だけ良ければ全てよし的な、ちょっとひどい音楽ですね。はい、まあこれに懲りずに音楽っていうのを続けていきたいと思います。ただまあどうしてもメインは僕は映像だと思ってますのでね、本編に影響がない程度にやっていきたいと思います。それでこの放送の1回前に最近って言ってもちょっと前なんですけど、ちょっと前に作った曲が入ります。これもなんかだから曲っていうか音のコラージュなんですね。だからそう、現段階ではだから僕は作曲っていう音の音符を譜面に置いて一から作るっていう意味での作曲はできないんです。ただコラージュをして音を変換すると、何らかのこうイメージに置いてという作業しかできません。はい、そういうことで、でも自分は楽しいなと思ってます。はい、で、この1回前の放送に入っていると思いますので、ぜひ聴いてください。これはね、最近作った曲の中では結構洗練されてきたなと自分で思ってるんですね。だけど徳幸さんに言われて反省してるのが、1曲目が一番良かったと、だんだん悪くなってきてるということを言われまして、やっぱ慣れちゃいけないんだと、いつでも新鮮な気持ちでこう初めて何かに出会ったとか、初めて何かをしている時のドキドキ感とかね、新鮮さ、好奇心っていうのをいつまでも失っちゃいけないんだと改めて思いました。最近ある人の話を聞いていた時にですね、芸術家における人生観というものの違いっていうのをちょっと考える機会があったんですけれども、この話は伸びそうなので次回に回します。ではちょっとその話について次回話したいと思います。では今日はここら辺で失礼いたします。